新興証券株式会社は日本の証券会社である水保証券株式会社の旧称号。2009年5月7日に水保証券株式会社を九州合併し、新興証券株式会社から水保証券株式会社に称号を変更した。水保フィナンシャルグループ系列のフルライン型の証券会社で新日本証券株式会社とはこう。 証券株式会社が2000年4月に対等合併して発足した。社名の進行は合併した両社の社名から一文字ずつ取ったものである。社称は水穂マークではなく独自に制定した光の木。主力商品に進行3サポートがある。本社は東京都中央区八重杉の4-1の常は八重ビル。廃業前の山市証券が新川にある。 現在の茅場町タワーに移転する前まで本社として使用していた建物である。東京駅の八重洲口に面しており、壁面には大型ビジョンがあり、東海道新幹線のホームから眺めることができる。また、同ビル前の株価等の情報を表示いた前では、株価の大きな変化があったとき、テレビ局などの報道機関が個人投資会インタビューを行うことが近年多い。 2007年1月、水保フィナンシャルグループの証券会社の競争力を強化するために、同グループの水保証券との合併することで、基本合意する。新興証券が上場会社であるため、存続会社は同社とし、合併後に新興証券株式会社から水保証券株式会社に社名を変更した。当初発表された新会社の役員構成。 本店所在地及び合併比率は旧水保証券に有利なものとなっていたが、見直し後の合併比率は2009年3月末の1株あたり、純資産額費で見ると若干新興証券株主に対して有利な比率となった。当初は2008年1月1日に合併する予定であったがしかし、水保証券がサブプライムローンの影響を受け損失を出したことにより、 合併比率を見直すために合併を延期している。2007年11月14日に合併期日を2008年5月7日に一旦延期することを発表したものの市場の混乱が収束せず損失が確定しないため2008年3月21日には再度延期し2008年4月28日に改めて合併基本合意書を締結し二千九年五月七日を 合併期日に合併するとした。2009年3月4日には合併契約を再度締結し、4月3日に両社で開催される臨時株主総会での承認決議を経て、2009年5月7日に合併し、水保証券株式会社となった。これに伴い、従前のヤイスの本店は、水保証券のリテール部門における本部機能となり、店名は、 水保証券本店営業部となった。合併に時間を要したことから、合併の1年以上前から一部の店舗では、水保フィナンシャルグループ他社同様に、コズミックブルーを基調とした店舗外観に変更されていた。ただし、再三の合併延期により、元の色を被せる形で一時戻している拠点もあった。福島老蔵商店福島老蔵、ありがとうございます。